で、で今日もまあちょっと1時間ぐらい使って、なんかいろいろ決めたいなっていうところなんですが、まあ今日初めましてっていう人も、まあ、何人かいらっしゃると思うので、まあ、まずワードフェスっていうかそういうのが何かっていうのをちょっとだけ説明しておこうかなと思います。まあ、なんだろう、ワードキャンプっていうのがまあもともとありまして、まあそれがまあ日本全国とか世界中でいろんなところでやっている、まあワードプレスを使ったまあ一大カンファレンスみたいなものがやっています。で、名古屋でもワードキャンプっていうのを2010年にやりました。まあその時のメンバーはまあ何人かいるかなっていう感じなんですけど、まあ僕はまあワードキャンプ名古屋2010は普通の一般の参加者として出てて、でまあその翌年ですね、2011年から、これ一番上見たんですかね。ですね、ワードキャンプっていうのがあります。これもう本当に世界中でやってて、この間は神戸でやってました。で、今度9月に、東京でもやります。で、まあ、これの名古屋版を2010年にやって、でその翌年にですね、まあ、今年も、ワードキャンプ名古屋やるかっていう話になったんですけど、まあ、その時はなんか海でなんかね、ビーチでなんか泊まりでやろうぜっていう話になって、で、ワードビーチっていう名前を付けました。で、まあ、その後ちょっとワードビーチって付けてワードキャンプ名古屋っていうふうにしたかったんですけど、まあ、ちょっといろいろとあって、まあ、ワードビーチっていう名前にして、そこから名古屋っていうのは割となんか独自にオリジナルイベントとして、やっているというのを、これが2010か。